駅売り店に陳列される有刊富士を含む販売用新聞隠し有刊富士は産業経済新聞社が発行している日本の有刊市、関東、近畿での即売が中心。発行日は原則日曜日と祝日を除く毎日。ただし、年末年始は12月29日に元日付新春特別号を刊行し、12月30日から1月3日休館。 日本新聞協会加盟。1969年2月25日に日本初唯一の駅売りタブロイド氏として創刊。創刊翌年に産業経済新聞社から子会社として分離された富士新聞社へ発行元を移行したが、1987年に産経スポーツ新聞社と共に産経新聞社と再度合併。新聞名は富士テレビジョンから由来する。 創刊当初から見出しにオレンジ色を採用したことからオレンジ色のニキーヤツというキャッチコピーがついた。2015年現在は一面にオレンジ世代応援宣言のキャッチコピーがついている。大事のデザインはグラフィックデザイナーの杉山孝子によるもの。オレンジ色に白抜きの大事は2006年9月5日号から消滅した。刊当時は産経新聞東京本社。 産経新聞大阪本社から精鋭が集められ、エース級のライターが集結した。総監号の一面を飾ったのは、当時参議院議員だった石原慎太郎で、見出しは慎太郎新党を踊り出る。2008年10月2日号から、一部売りが120円から130円に、2014年4月2日号からは130円から140円に。 2019年4月2日後からは140円から150円に値上げした。ロス疑惑に関する東京高等裁判所の1998年の判決によれば、有敢富士は通勤途上の会社員などを対象として、もっぱら読者の関心を引くように見出し等を工夫し、主に興味本位の内容の記事を掲載している。論調としては、 韓国政府に批判的でほぼ毎日批判記事が載る。競合の日韓現代も韓国に批判的だが、反感、嫌感に傾いた理由が、産経新聞社と日韓現代社及びその親会社の講談社では異なる。また、韓国ほどではないが中国に対しても批判的である。また、日本の政治に関しては、産経新聞と同様に親自民、維新で、 野党やサハマスコミに対して批判的である。最終版では、東京証券取引所の終値を掲載していた。また、中国株についての連載もある。日付は、周面大事部以外、欄外において、すべてのように言語のみ表記していたが、東京版のみ2007年2月1日以降は、西暦に変更し、記事中では原則として、言語表記から、 西暦表記に改められ、やむを得ない場合に限り、西暦表記を行うようになった。なお、関西版では2007年2月以降も、言語表記を継続していたが、同年10月1日から東京と同じく、西暦表記に変更された。ただし、連載コラムでは言語のみで表記しているものもある。また、当日ではなく、翌日の日付で発刊していることも特徴である。 また、東京版では、乱外の日付は細く、関西版では太くなる。天気は、東京版ではマークで、関西版では、字で掲載している。2008年4月から一面にポスコードが表記、されている。夕刊富士は、東京本社版は原則として、産経新聞印刷高等工場で印刷し、大阪本社版は、産経新聞印刷大淀工場で印刷しているが、 東京都心で販売される文の一部のみ2010年8月まで大手町の読売新聞東京本社の工場で印刷していた。これはできる限り締め切りを遅らせることによって前日の東京証券取引所の終値などの記事の掲載を可能にするための措置であった。なお2009年10月1日付から産経新聞本体が九州 山口特別版を創刊させたが、当面、夕刊富士は、九州版の現地発行はせず、大阪本社 C 版の福岡市内及び、北九州市内の一部向けの駅売りのみの発売が、継続される。2006年1月23日から2009年3月30日まで、平日19時30分から20時に、モバホーで、夕刊富士 TV が放映された。この番組は、 夕刊富士の編集スタッフがその日の最終版の紙面を元にしたニュース解説を雑談仕立てで展開するもの。ゲストとしてグラビアアイドルや取材現場の記者が登場することもあった。1996年8月より公式ウェブサイトザックザックを解説、日本におけるインターネット普及初期からネットでのニュース記事配信を行っている。 勇敢富士の紙面からの転載だけでなく、ネット限定記事の配信も行っており、中には、ザックザクイーンやアニメ声優のような内容的に、勇敢富士の紙面では見ることが稀な記事も配信している。また、2004年7月22日から2009年6月末にかけて、ファンコミュニケーションズと共同で、新聞社としては、初のブログサイト、勇敢富士ブログを開設。 コラム記事の掲載や個人ブログへの見出し配信、コメントやトラックバックで記事に対する批評や意見を受け付けるなど様々な試みを行っていた。ありがとうございます。